はい。もう始まってますか、これは。はい。はい。ということで、皆さんお待たせしました。時刻の方がもう4時1分20秒を回ったということになります。SC 相模原、スタジアム DJ の DJ ケチャップです。ということで、YouTube ライブで、この SC 相模原の開幕前のお時間をね、お待ちいただいていた皆さん、少し時間遅れてしまいましたけれども、申し訳ございません。それくらい、もう本当に、この J3 のいよいよ開幕なんですけれども、スタジアム、かなりバタバタしております。というのが実情ということになります。ただ、今から試合が始まる、試合開始1時間前なんですけれども、試合開始1時間前と思えない、本当にいつものスタジアムに慣れていると、この時間がとても異様な時間でしかないというような、そんなスタジアムの雰囲気になっております。もちろんですけれども、お客さんは周りにいらっしゃいません。誰一人いらっしゃいません。そしてメインスタンドの方にはね、今ボランティアで、このチームの、ホームゲーム開幕をサポートしていただいている、ボランティアスタッフの皆さんが、今ね、お食事を取られている時間だったりするんでしょうか。ね、この試合運営に関しては本当にいつもいつも、皆さんのね、ボランティアの方々のサポートあって、この試合運営をできているんですけれども、今日はね、本当にね、何が嬉しいってチーム関係者の話を聞くところ、なんかね、ボランティア正直、いつもちょっと慢性的にね、SC 相模原、たくさんの方サポートしていただいてるんですけど、まだまだいろんな人のお力を借りたいなっていう、そういう段階だったりするんですけれども、今日は、サポーター、コアなサポーターの方もたくさんね、今日の試合運営の方のサポートに来ていただいてるということなので、本当にありがとうございます。まあ、このまま行けば7月の11日の次回のホームゲームに関しては、お客さんをね、に入っていただいて、皆さんにね、素敵なムードを作っていただきながらの試合観戦を、していただけるんじゃないかなというふうに楽しみにしておりますので、ぜひ、今日は、まあ、このまま行けばですけれども、一試合だけの、無観客試合が、くしくもですね、2020年、この SC 相模原 J3 リーグの開幕戦、ホーム開幕戦、この後5時キックオフです。皆さんお楽しみいただければなと思います。さあ、時刻の方が4時間もなく4分になろうというところですけれども、まあ、私が今日ね、このスタジアムに入っていくところの、いろいろなことをお話しさせていただくと、もちろん駐車場には、本当に車は数台しか止まっておりません。外の方のね、いつもこのスタジアムのグルメを盛り上げていただいているお店ももちろん出ておりません。このスタジアム近辺にいらっしゃる人はどんな人だったかというと、この浅見戸公園をいつもね、こうランニングで、ワークアウトされてる方かな。そんな方の姿はありましたけれども、試合前の会場の感じはありません。試合があるのかどうかが、識別できるのは、多分このバックスタンドのところにね、旗、フラッグがたなびいてる。この状況でぐらいしかわからない。今はね、試合前の音楽も流れておりますので、選手にウォームアップの時間ということで音楽が流れているので、若干は試合の空気は、感じられるのかなっていう感じがしますけれども、それ以外はですね、このスタンドの方は、今バナーがね、SC 相模原の大きなバナーがバックスタンドの、慶応台のね、下に、掲げられて、そして選手のぼりかな、が掲げられているというぐらいですね。もちろん、人の姿は見えません。そしてこのスタジアムに入るときですけれども、すべてのスタッフは検温をします。検温して消毒して、で、すべて、住所と名前と、体調のアンケート、体調不良はないかというアンケートを記入してからスタジアムに入るという厳重な、ね、感染予防を行ってからスタジアムに入るということになっております。よってですね、いつもはね、試合前選手も皆さんバスに乗って、皆さんがね、いろんなチャントで選手を迎えてくださってるんですけども、今日の試合に関して言いますと、選手はバスに乗ってきていません。おのおの各自の移動手段でスタジアムに来て、各自のペースでスタジアム入り。そして、今日のメンバー、そしてサブのメンバー以外のメンバーは今日はスタジアムには入っておりません。自宅待機ということになっております。ね、いつも見慣れたコアなサポーターの方が今日はたくさん、ボランティアスタッフとしてチームをサポートしてくださいます。そういうところでもね、またチーム一丸となっておりますので、この後5時キックオフです。SC 相模原2020年。
本当に勝負の一年だと思いますので、この勝負の一年、ね、今日みんなこう通りながら、ボランティアスタッフの皆さんが挨拶してくださいますけれども、いよいよ開幕です。ぜひ皆さんいろいろな場所から、まあ、今回は画面を通じてでの、応援ということになりますけれども、絶対に思いは届くと僕は信じておりますので、どんどんと大きな声援届けていただければなと思います。そして今日はですね、この私が担当していただいているこの YouTube でのこの試合前直前情報は4時50分までお届けさせていただきますが、5時からはですね、もう一人のスタジアム DJ の、キャッチャー渡辺くん、渡辺祐介くんと、SC 相模原で長年にわたりですね、活躍してくれました、工藤祐生さん。工藤祐生さんによるですね、オンラインでのもうここでしか聞けない選手の裏情報なんかも出てくるんじゃないでしょうか。SC 相模原に思いっきり寄った、ライブでのオンラインでの、試合実況などもお楽しみいただけますので、ぜひ詳しくはですね、SC 相模原の、オフィシャルサイト、こちらの方からチェックしていただければなと思っております。さあ、時刻の方が4時7分を回りました。じゃあもう早速ですけれども、まあ、いろんなスケジュール、今日はこんな話しようというふうにあらかじめね、台本というかこんなスケタイムスケジュールだけはあるんですけども。あ、千秋さんがここに挨拶してきました。あ、千秋選手こんなとこ来ていいんですか試合前に。千秋選手一応ここ、千秋選手。あ、千秋選手来ております。一言、じゃあ一言。頑張りますっていうことでね。千秋選手も来てくれました。はい。先ほどね、鷲田チームスタッフにもお話聞きましたけど、チームの雰囲気めちゃくちゃいいらしいですよ。特に、前線の選手、今日は注目だって、鷲田さんも言っておりましたので、こちら、ご期待いただければと思います。日野くんが今ね、営業担当の日野くんが今からですね、今回の話をしてくれると思ったんですけれども、あ、大丈夫ですか？小西さんおはようございます。社長のね、小西さんもいらっしゃいます。もうみんな、フェイスシールドだとかマスクをしてなんですけれども、まあ、ソーシャルディスタンスが保って、出てるということなので、私はマスクを、外して今お話をさせていただいております。さあ、それではですね、この2020年 SC 相模原開幕戦、ホーム開幕戦、神奈川トヨタスペシャルサポートマッチでお届けしていきます。SC 相模原対 YSCC 横浜のゲーム、試合前、キックオフ、残り50分と迫ってきました。ここで SC 相模原のいろんな情報、まあ、我々のチームはね、少数精鋭の中でいろんな担当をしながらですね、一人でも多くの方にいろんなチームの情報が届けられるようにということで、SC 相模原のオフィシャルの SNS、Twitter、Instagram、Facebook 以外でもですね、各グッズ担当の塩沢だったり、営業担当の日野くんだったりがですね、みんなが、SNS を駆使していろんな方にね、情報をいろんな角度から、それぞれの立場の視点からお届けしているんですが、今日はね、せっかくなので、いろんな情報がいっぱいね、届けたい情報があるということなので、営業担当の、日野くんにも来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうでしょうか？いよいよホーム開幕戦ということになりますけども、日野さん、はい、じゃあちょっとお話しいただきましょうか。いよいよホーム開幕戦ですけども、今の気持ちから聞かせてください。そうですね、本当、よくここまで来れたなっていうのが正直なところで、うん、はい。まあ本来3月8日が開幕でしたから、うん、今日6月27日ですもんね。うん、まあ本当いろんなことがありましたけど、本当まずは開幕できてほっとしてます、うん。なるほど。これじゃあ僕が声大きいので、日野さんにつけてもらった方がいいのかもしれませんね。これマイク代わりになるということですけれども、まあ僕もすぐ来て、このマスクないのって言いましたけど、じゃあ日野さんちょっとマスク見せてあげてくださいよ、このマスク。はい。ね。これです。もう、すごい人気らしいじゃないですか。選手からもくれくれって言われて、うん。そうみたいですね。はい。ちょっと教えてくださいよ。俺は俺の担当じゃないということですね。そうですね。わかりました。また後で塩沢さんが、ここはパッチリ話してくれると思いますので。はい、はい。じゃあね、まずは今日はどんな情報を届けたいのかっていうところを、じゃあ、はい、日野さんお願いします。はい。今日は無観客試合、まあ、リモートマッチではあるんですけども、はい。トヨタモビリティ神奈川さんに、うん、ご支援いただきまして、はい。トヨタモビリティ神奈川プレゼンツ、うん、オープニングマッチということで、うん、冠試合、開催させていただくことになりました。はい。ありがとうございます。もう、神奈川トヨタ自動車さんはネーミングが変わるんでしたっけ？そうですね。はい、5月1日に、神奈川県のトヨタ販売会社がですね、はい、合併、しまして、うん、じゃあちょっと僕のこの資料でご説明させていただくと、はい、神奈川トヨタ自動車さんはこの5月から、
トヨタカローラ横浜、ネッツトヨタ横浜、ネッツトヨタ湘南と、トヨタモビリティ神奈川という名前になったということなので、はい、まだね、聞いたことあるという人もいらっしゃると思うし、あ、新しい名前ってそういう意味だったのということでね、このお話で、知っていただけるかもしれませんが、トヨタモビリティ神奈川という、合併してそういう名称になるんですよね。はい。はい、お店の名前が変わりました。はい。はい、ね、トヨタモビリティ神奈川さんなんですけども、神奈川県内になんと117店舗ということで、ブルーの看板に M のマークが目印になります。ここにはまだないのかな。これか、はい。これちょっと見えるかな。ペタッチさんの背中、はい。ちょっと僕の背中で見てもらいましょうか。はい。これですね。はい、これです。トヨタモビリティ神奈川。神奈川トヨタっていうのが去年まで入ってたと思うんですけども、うん、こちらの神奈川トヨタが今回、トヨタモビリティ神奈川に名称変更されたということで、はい、ユニフォームも、はい、変更させていただきました。このモビリティのね、M の下にこうタイヤの黄色のタイヤみたいなものがね、二つついてるということなので、ご紹介させていただくと、トヨタモビリティ神奈川では、すべてのトヨタ、車を お取り扱いのほか、愛車をもっともっと好きになれるカスタマイズ、一生忘れることのできない、ことのないですね、ご家族、お友達との楽しいお出かけをカスタマイズのエキスパート、アウトドアライフのエキスパートが全力でサポートさせていただきます。さらに、トヨタモビリティ神奈川にはですね、腕利きのエンジニアが勢揃いしております。愛車のメンテナンスや修理は安心してお任せいただければと思います。ブルーの看板に M のマークが目印のトヨタモビリティ神奈川。神奈川県内に117店舗なので、ぜひ、お気軽にご利用いただければと思います。なのでね、まあもうもちろんトヨタカローラ横浜さん、ネッツトヨタ横浜さん、そしてネッツトヨタ湘南さんと皆さん素晴らしいエキスパート揃ってたんですけども、さらにそのエキスパートが腕を組んでですね、みんなで力を渡していろんな情報共有することによって、素晴らしい情報がさらにね、皆さんに安心のお車をお届けできるということになっておりますので、ぜひ、神奈川県内117店舗、トヨタモビリティ神奈川のお店に、ぜひお気軽にお立ち寄りいただければなと思っております。お願いします。はい。ということでね、あ、これや、俺 SNS で見てた、これめっちゃ欲しかった。これね。これですよね。はい。車のサンシェード。新しくなりました。これ社名も変わって。はい。はい、SC 相模原とのこれコラボですよね。コラボです。はい。昨年も冠ジャイの時に、無料で配布させていただいたサンシェード、うん。はい。はい。今年も作っていただきました。おはい。これはどうやったらもらえるんですか？今日の試合に本当はね、皆さんにプレゼントしたかったやつです、ね。そうですね。本当はね、うん、配布させていただきたかったんですけども、はい。このことについてはまた、塩沢さんから。なるほど。これも塩沢さんからなんですね。はい、塩沢さんからこの後。別にあなた喋ってもいいんですよ。塩沢さんの方が詳しいんで、ちょっと塩沢さんに喋ってもらいます。なるほど、ね。はい。とりあえず、はい。今日プレゼントありますんでね。はい。はい、ぜひ、これは今日のプレゼント企画でも登場すると。します。いうことなので、ぜひ、今日の試合もお楽しみいただければなと思います。また、日野さん、まだ時間あるんですけど、日野さんなんか言い残したことないですか？そうですね。うん。今日いろいろと、まあ、無観客試合っていうこともあって、普段、出してないところに、選手の上りとか、スポンサー上りとか、バナーもですね、今年はちょっと2段にさせていただいたりとか、うん、まあ、今年から新たな露出方法、あと多分今日ホームページで、街でプログラムデジタルで配信したり、いいですね。はい、SNS も結構、活用して、うん、スポンサーさんとかの、はい、情報なんかもどんどん発信していきたいと思ってますので、はい、ぜひ、我々のホームページ、あと SNS ですね、うん。はい。の方もぜひご覧いただければ営業としては非常にありがたいです。はい。ということですので、ぜひ、いろいろとね、まさにこんなこと予想もしてなかったことが起きてる中でですね、はい、いろいろどうやったら皆さんに楽しんでいただけるのか、正直他のクラブこんなことやってんのにって思われてる方もあるかもしれませんけども、石井相模原の中でね、ぜひ皆さんに少しでも届ければと思って頑張っておりますので、はい、いろんなところでね、ジョインしていただいて、チームをさらに盛り上げていただければなと思います。日野さんも今からね、いろんなところの今日は、はい、今から何の仕事ですか？いや、今日はフリーな存在でいてくれと言われてますので、そう、はい、何かあれば、いろんなところに回るという立場は特に今日はないらしいです。なるほど。はい、じゃあ、ここにいてもいいんですね。いても大丈夫です。高さがいいって言えば。はい。広報高さ。広報高さが、はい。いいよって言ったらいますし。いや、もうね、
広報高さ、今横にいながらですね、もう広報高さとしてはですね、日野さん早く終わってくれと、もううんってうなずいておりますけども、今ね、ゴールキーパーがピッチアップで、ピッチ内での練習を、スタートしましたので、その模様を今からですね、高さカメラで捉えに行きますか。行きますか、高さ、行きますか、スタンバイできるか。あーっと、高さの表情が映ってます。今もう映ってますよ、ちゃんと。映ってますね。ちょっと横になってるね、これ。ということで、今日はゴールキーパー2選手が今、ピッチ内に入りました。はい。新加入のビクトン選手、そして原田ガラス選手が、今、キーパー練習ということで、アップ入っております。いつもならね、日野さん。はい、いつもなら日野さん、ここで、皆さんのチャントが流れて、ゴールキーパーの選手たちもその音に乗せられて、どんどんとテンションを高めてる時間なんですけども。そうですよね。どうですか、日野さん、この観客のスタジアムをご覧になって、この光景、どんなふうに感じますか。まあ、寂しいっちゃ寂しいですよね。寂しいね。いやーこれね、改めてサポーターの皆さんの存在の大きさっていうのを、選手これ、ね、このままでいけばこの試合だけなんだと思いますけど、かみしめてくれるんじゃないでしょうか。そうですね、我々よりもやっぱり選手が、そこね、サポーターの力っていうのを、やっぱり。ちょっと待ってください、僕らの声、ミュートになってたじゃないですか。ミュートになってないです。これミュートになってるんじゃないですか。うん、これ。いやでも聞こえてます。聞こえてる。はい、さあということで高さカメラは今ゴールキーパーの選手を捉えようとしていましたが、その中でもうちょっと早いですけれども。フィールドプレイヤーもピッチ内に登場です。フィールドプレイヤーもピッチ内に登場です。こういう入り方するんですね。うん。今日の試合前ももちろん一列に並んで、選手入場することもありません。皆さん自分たちのペースというか、距離を空けながらピッチ内に入っていくということですので、さあ、フィールドプレイヤーもピッチに入って、キックオフまで残り40分となりました。さあ、じゃあこの時間高さカメラを見ていただきながらどうしましょうか。高さカメラは結構いいところまで行ってますね。結構攻めました、ね、攻めてますね。高さもっと行っていいよ、もっと行っていいよ。怖いです、怖いですって言ってますね。怖いですって言ってます。あ、怖いですって言いました。なるほど、はい、ビビってます。さあということで、ピッチ内練習を届けながら、僕らの声も入ってるんですよね。入ってます。バッチリです。はい、僕らの声も入って、これ画面の切りが今2画面になってるということでいいですか。はい、2画面になっている状況の中で、フィールドプレイヤーのアップも入り、そして、後方高さは、このゴールキーパー、まず捉えようと、正直これ見てる人からすると、中途半端な距離感でちょっとイライラしてるんじゃないかなっていう、うん、もっともっともっといけるなら行けよって、うん、多分見てる人は高さ思ってると思うんだけど、あれ逃げましたね、高さがゴールキーパーからなぜか渡辺コーチばっかり撮ってますね。鍋くん行ってもダメだよ。そうですよ、選手の姿が見たいのに鍋ちゃんばっか撮ってるじゃないですか。鍋ちゃんのキックはいらないかな。そうだな、うん、いらないな。あっと選手の、あ、フィールドプレイヤーの方に行きましょう。高さちょっと走ろうか。せっかく近くにいるから。お、走りましたね。珍しいですね。高さが走ることありませんから。そうですね。なかなか見ないですね。高さ知らないことで有名ですからね。めちゃくちゃ歩きますよ。はい。はい、あれで何度、いろんな人の激励に触れたか、あの、走らない高さっていうのがね。ノーコメント。あ、いい映像です。いい映像です。高さん、そうですよ。もうちょっと手伸ばしてみましょう。すごいいいですよ。臨場感ある。うん、いいですね。いいですね。うん。ちょっと、これ、高さんの声は入ってますか？入りますか？入った。
ちょっとちっちゃいです。ちょっと小さいですけど、高瀬さん、そこから見て選手の表情、いつもね、あの練習の時にも選手の表情近くに見てると思いますけど、選手の表情、高さから見てどんな風に見えますか？いつも通りです。いつも通りですって。いつも通りですか？緊張してる様子などはありますか？いや、リラックスしてます。あの、高さから見て、あの、選手、開幕に向けて、いろいろテンション上がってきてたと思うけれども、はい。今日期待したい、注目したい選手っていますか？みんな注目してると思うんですけれども。そうですね、やっぱり千秋さんですかね、うん、好きですね、千秋さん。ちょっと好きすぎますよね。ちょっとひいきがね、すぎるんですか。そうですよね、なぜ千秋さんですか。めちゃくちゃ千秋を押すんですよ、ね、はい、まんべんなく言ってほしいんですけど、ね、なぜ千秋さん。いや、いつも協力してくれるんで。理由が理由なんです。ボール当たりました。あ、今ボールが当たりましたね。ボールが当たったんで、もう怖いから帰ります。いや、そこにいてください。せっかくだったら2画面で選手を近くからいた方がいい。いた方がいいです。いた方がいいです。いた方がいい。じゃあそれを見ていただきながら、あの、塩沢さんに変わりましょうか。そうですね、もう限界です。じゃあグッズ紹介も行きたいから。俺ね、本当にね、 SC 相模原の去年からの補強、去年からの補強で一番大きい存在っていうのは塩沢の存在だと思わない？塩沢、早くちゃんともっとこっち来て挨拶挨拶。こんにちは。こんにちは。ご紹介を。グッズ担当の塩沢です。よろしくお願いします。ということでね、えやっぱりお客さん来てもらえないと一生懸命ね、いろいろ考えて喜んでくれるだろうと思って作ったグッズが手に届かないっていうのはもどかしいよね。そうですね、もう今オンラインショップでしか販売できてないので、うん、ちょっとお客さんの反応とかも SNS 上とかでしか見えないので、ちょっと寂しいですね、うんうん、なるほどね。いや、これね、タカさん、これ2画面でやってたらすごいいいですね。すごいこれね、臨場感があって。タカさん、もうちょっとアングル、ボールの足元とかちょっと取れる？タカさん、あ、いいですね。すごい、めちゃリアルです。これ逆にね、毎試合やって言われそうなぐらい。すごいリアルでいいですね。さあ、そんな中で、はい、あの、左の画面では選手のアップ風景、そして右の画面では我々のトークの中で、ちょっと新しいグッズというか、はい、あの、紹介したいもの。ね、来節から、次節はアウェーですけど、その次はあの、ホームのゲーム、7月1は、グッズショップもオープンするのかな？まだ予定です。ああ、まだできない。はい、でも、ネット、オンラインででも買えるような、はい、皆さんに、お届けできる、ね、はい、おすすめのものをちょっとご紹介ください、はい、うん、まず昨日の12時から販売スタートしたオンラインガチャ、もう、その場で物が分かるっていうものが昨日から販売しました、うん、オンラインガチャっていうのは、はい、オンラインの中でガチャガチャができるんですね。そうです、はい、で、うん、それを私今ちょっと引いてみたいと思います。お、じゃあちょっと画面見せながらやる、はい、大丈夫？画面見せながらやります。やりますか。来ました。なるほど、ちなみにガミって今、会社で待機、事務所に来れ、あ、スタジアムに来れないので、うん、ガミティはじゃあ、事務所から、オフィスでの仕事をしながらスタゾーンを見ながら、ということです、残念ながら、とりあえず、はい、あ、っていうふうにこうやって、はい、ガチャ で当たったものをの後日郵送で届ける。8月中旬頃から。へー。1回いくらでできるんですか？1回500円。500円で、はい、で、家にまで届いて。じゃあ送料はかかっちゃう。送料は別にかかっちゃうけれども。はい、1回500円で。全然いいじゃないですかね。あの、相模原、近くじゃなくても日本中とか世界でね、あの、スタジアム行けないって言ったら、こんな感じででもね、楽しんでいただけるので、ガチャガチャ、はい、どうなんですか、スタートしてから参加してくれてる方は。あ、でも結構昨日も、うん、その運営会社の方から結構出てますっていうお声いただいたので、うん、
また、7月5日の日曜日までやってるので、ぜひ期間限定でここでしか手に入らないので、なるほど。やってください。はい。そして他には？はい。他には、うん、これです。ベースボールシャツや。ベースボールシャツです。これ去年もあったんじゃないのかな。去年もあったんですけど、デザインチェンジして。どの辺が変わったの？このストライプで、うん、もうシンプルに、うん、エンブレムとかもついてないんですけど。なるほど。もうどこでも使えるような感じでシンプルにしました。このね、いわゆるこう野球のベースボールシャツになってる SC 相模原バージョン、結構人気だし、スタジアムで。すごく見るよね。そうですね、めちゃくちゃ人気で、うん、女性からも結構羽織って着れたりするんで、そうめちゃ人気です、うん、前のボタンがあるから女性がね、とっても着やすいということで、スタジアムでもこの光景よく見ますけど、おいくらですか？これは、4000いくらです。はいはい、4000いくらです。はい、もうね、いっぱい作ってたらね、値段なんてくしゃくしゃになっちゃうんですよ。はい、それからガンディ人形、はい、もう一押し、これはもう定番でしょう、はい、ねえ、はい、可愛すぎました。前回からリニューアルしたので、どの辺どの辺ちょっと目とか可愛くしました、うん、おということになっております。なので、うん、今まで持ってた方もぜひもう一体ちょっと違うぞということで、はい、ぜひよろしくお願いします、うん、そしてこのマスクですよね、はい、うん、マスクがものすごいみんなから、はい、ねえ、選手からもすごい評判良くて。そうですね、うん、これは受注販売。そうです、受注生産してたんですけど、うん、ちょっとまた在庫として販売しようかっていうのを今検討中です。なるほどね、ということなので、ぜひまたこの辺のマスクの方もまたたくさん作って、はい、いろんな新しいデザインも出てくるかもしれませんの で、ね、ぜひお求めいただければと思います、はい、他もまだたくさんのグッズがあるんですけれども、お求めいただくとすればもうオンラインでしか今はできませんの で、ね、はい、オンラインの方でぜひ臨んでいただいて、7月の10日に次の第3節になるのかな、はい、節は分かんないですけれども、はい、この時事節のホームゲームではいただけるので、どうでしょう、それの時にまでに発送間に合うかな。そうですね、間に合います、うん、なので、はい、今求めていただけますと11日にスタジアムでできるかもしれませんので、はい、ぜひお求めいただければなと思います、はい、よろしくお願いします、はい、タカさんも帰ってきました、臨場感のある絵、はい、ありがとうございました。タカさんのバージョンのこれも見せて、このマスクもいいよね、この黄色、これタカさんバージョンのこの黄色のマスク、これ子供用でしか売ってなかったんですけど、これ子供用だ、はい、大人の方からもめちゃくちゃ人気なので、ちょっとこっち側の、ね、左側のところにガミティのワンポイントも入ってるということなので、ぜひこの辺のところのものを、オンラインの方のショップでもチェックしていただければなと思って、はい、よろしくお願いします。さあ、キックオフまで残り30分となりました。ここでですね、ちょっとね、動画があります。今スタジアムの方で流れているんですけれども、今動画はこれはこっち用に用意できるのかな、はい、今から探す、はい、ということで今スタジアムで流れております、動画をちょっと皆さんにもご覧いただこうかなと思います。それではご覧ください。はい、皆さんこんにちは、相模原市長の本村健太郎です。SC 相模原の皆さん、サポーターの皆さん、いよいよ待ちに待った、ホームタウンチーム SC 相模原の開幕戦が、相模原祇園スタジアムで、行われますことを、嬉しく思います。私自身もですね、この新型コロナウイルスの影響によって開幕戦が延期になったこと、辛い日々がありましたが、今日こうして皆さんと一緒に、ホームタウンチームである SC 相模原を応援できること大変嬉しく思いますし、どうぞ今日はリモートでありますが、お家からそしてお仲間と一緒にですね、盛り上げて応援していきたいと思ってます。ぜひ選手の皆さん、そしてサポーターの皆さん、心を一つにして SC 相模原の選手のですね、ご活躍を、応援していきたいと思っております。気迫にあふれた熱いプレーを、選手の皆さん期待しておりますので、感動と勇気と夢を与える、プレーをお願いしてまいりたいと思います。そして今日は、相模原と SC 相模原とですね、この YSCC 横浜とのですね、神奈川ダービーでありまして、ぜひこの YSCC のですね、サポーターの皆さんも、一緒になってサッカーを応援していこうじゃありませんか。ぜひですね、今日は素晴らしい試合になりますことを期待して
おります。頑張れ、寿司相模原、応援してます。座間市長の遠藤美希夫です。SE 相模原の皆さん、サポーターの皆さん、開幕おめでとうございます。今日という日を待ち望んでいました。リモートマッチということで、皆様に直接お祝いのメッセージを伝えることはできないわけで、大変残念ではありますけれども、J リーグ並びに SC 相模原の皆さんのたゆまぬ努力、そして感染症に対しての対策によりまして、開幕を無事に迎えられますこと、心から敬意を表させていただくと同時に、共に喜びを分かち合いたいというふうに思います。座間市は SC 相模原のホームタウンに加えていただいて3年目となりました。これまで座間市の事業にも様々な形でお力添えをいただいてまいっています。今年もさらに応援します。 J2 昇格を目指し頑張っている選手の皆さん、そして座間市民だけではなく全ての SC 相模原のサポーターの皆さんと心を一つに、今後も応援してまいりたいと思います。今シーズンも素晴らしいご活躍を心から期待しています。頑張ってください。愛川町長の小野沢でございます。 SC 相模原の選手の皆さん、 J リーグ関係者の皆さん、シーズン開幕大変におめでとうございます。コロナウイルスの感染拡大防止のためにリモートマッチでの開催となりましたが、開催できた喜びを素晴らしいパフォーマンスに変えていただき、アグレッシブな試合となるよう大きな期待をしております。いいスタートができるよう皆さん頑張ってください。重吉 SC 相模原代表のコメント、そして各ホームタウンの、市長さんからもコメントをいただきました。ありがとうございます。この思いを胸にですね、これ今スタジアムでも流れたので、選手のもとにも届いたと思いますので、ぜひ、こんな思いを一つにですね、皆さんと一緒に今日は開幕戦勝利をつかみたいなと思っております。さあ、この時間ね、本当にたくさんの方からね、メッセージ届いております。そしてね、皆さんからいただいているメッセージを今、スタジアムのね、ビジョンに出しております。出ておりますよ。今、三島選手へのメッセージ、松本から応援しています。思いを届けとか、ミッシー頑張れとか、あなたの思いがですね、どんどんと今、スタジアムでも流れておりますので、選手がね、今確認できてるんではないでしょうか。そんな選手への思いもこちらに今、プリントアウトしたものをご用意しているのでね、イニシャルで名前の方を紹介させていただきましょう。B さん、帰ってきたサッカーのある週末、存分に楽しませてくれ。N さん、今シーズンも共に戦おう。サポーターはついていくよ。K さん、ミッシー、空中戦で無双してる姿がまた見たいです。どんな相手にも競り勝つ跳躍力で相模原を J2 に導いて、ね、ずっとずっと応援しています。それから K さん、僕らの和田、輝きのあるゴールで、勝利を SC 相模原を リーグに、リーグ優勝へ導いてくれっていう和田正史選手へのメッセージ、O さん、SC 相模原の選手へ、昇格目指して頑張ってください。手洗いうがい焼酎って書いてあります。K さん、清原選手、金沢から応援してますということでね、元所属チームのサポーターの方もこの SC 相模原の開幕戦、選手と一緒に、ね、気持ちもこっちに、ね、寄せていただいてるんでしょうか。 B さん、シーズン終盤に最高の景色見せてください。 M さん、カンタもなんだかんだもう3年目、飛躍の1年、ピッチの王様となれというね、メッセージ届いております。そして M さん、同じく敵としてもいつも相模原の前に立ち戦ってきた手強いライバルたち、マーシー、斉藤選手、清志くん、クリス、昇格受け用人としてこんなに心強いことはないよっていうメッセージ届いています。それから G さん、ミッシー、目指せ得点をっていうことを来ています。 S さん、カメラ選手、怪我なく全力疾走、2桁の得点期待しています。シュウエモンよりって書いてあります。 P さん、大量キラパス祈願、大量アシスト祈願、大量セーブ祈願、ゴール大量祈願。そして K さん、
スタジアムに行きませんが、自宅から全力で応援してます。頑張れ、SC 相模原。T さん、開幕戦頑張ってください。O さん、フォルサ、SC 相模原。ということでね、他ね、もうたくさんの方からメッセージ届いております。本当にありがとうございます。あなたの思いは、もう確実に届いております。正直、もう違和感でしかないです。この空気感というんでしょうか。みんながいない、声のない、聞こえていない、このスタジアム。誰もいないスタジアム、選手からしたら本当になんか異様な光景です。でもあのビジョンに皆さんからのメッセージが届いた時に、あ、みんながここにいるんだっていうことは確認できたと思います。さあ、キックオフまで残り25分を切っております。ぜひ皆さん、一緒に戦う準備は OK でしょうか？気持ちを高ぶらせていきましょう。さあ、それではですね、両チームのスターティングイレブン発表となっておりますのでご紹介していきましょうか。いいですか？これも普通に紹介してっていいの？動画流しますか。じゃあ動画からいきましょうか。スタジアム風にどうぞ。これまずアウェイから。それではご紹介しましょう。 SC 相模原本日のスターティングイレブン。ゴールキーパーナンバーワン、相模原の新守護神ゾタン・ビクトル。ディフェンダーナンバーツー、サイドをかけるインフルエンサー多田亮介。ディフェンダーナンバー14、冷静沈着な砦田村優。ディフェンダーナンバー3、仲間を奮い立たせるキャプテン富澤誠太郎。ディフェンダーナンバー17、相模原のスターとなれ星翔太。ピッチフィルダーナンバー24、伝統的世界の若大将松田栄太郎。ピッチフィルダーナンバー28、戦う闘志を見せてよ田沼直樹。ピッチフィルダーナンバー33、バリ走りバリ戦う勝利への原動力梅橋貴秀。ミッドフィルダーナンバー19、勝利へ導くファンタジスタ清原翔平。フォアナンバー15、ゴール魅惑のハイタワー西島恭平。フォアナンバー10、タップガイストライカーホームロン。続いてサブスティチューション、ゴールキーパーナンバー32、ネクストジェネレーション原田岳。ディフェンダーナンバー18、がむしゃらに突き進む若武者白井達也。フィルダーナンバー26、相模原の誇りを胸にカンメラシュート。ミッドフィルダーナンバー27、勇猛果敢なスピードスター和田雅史。ミッドフィルダーナンバー38、マエストロレフィ千秋隆典。フォアナンバー9、マッスルゴールモンスターユーレ。フォアナンバー13、怒涛の切り込み大将斉藤隆二。
で SC 相模原を知るのは監督三浦海武。さあ今日もいろいろな場所から共に戦おう、ナンバー12サナミスター。ということで以上が SC 相模原本日のホーム開幕戦スターティングイレブンということになります。なお対します YSCC 横浜、今日のスターティングイレブンご紹介しましょう。ゴールキーパーナンバーワン大内一成、ディフェンダーナンバーツー花房実、ディフェンダーナンバースリー宗近圭、ディフェンダーナンバーファイブ池谷隼人、ディフェンダー20ナンバー25西山俊太、ミッドフィルダーナンバー4、ドダテ・ケント。ミッドフィルダーナンバー7、宮尾光一。ミッドフィルダーナンバー21、山本良太郎。ミッドフィルダーナンバー6、佐藤優太。フォワードナンバー9、大泉和也。フォワードナンバー11、宮本拓也。続いてサブスティチューション、ゴールキーパーナンバー16、佐川良介。ディフェンダーナンバー23、船橋優馬。ミッドフィルダーナンバー8、吉田昭雄。ミッドフィルダーナンバー26、上村智也。フォワードナンバー18、音泉翔馬。フォワードナンバー28、鬼江おごちゅく。フォワードナンバー41、阿比古高政。そして YSCC 横浜を率いるのは監督、シュタルフ・ユキ・リハルト。以上が YSCC 横浜本日のスターティングメンバーとなっております。さあ、ということで、ね、刻々と時間が迫ってきました。ここでね、いつもならスタジアムでご紹介できるスポンサーの方をご紹介させていただきます。本当にね、皆さんのおかげで今シーズンもチームは戦うことができますのでご紹介しましょう。2020年 SC 相模原オフィシャルスポンサー、そしてパートナーのご紹介です。トップスポンサー、ギヨン。住宅情報館。トヨタモビリティ神奈川。インディペンデントインキュベーター。新興ネームプレート。アクセスチケット。フナイ電機。ゴールジャパン。KDS。ウォーミングエアスポンサーは、ウォーミングアップエアスポンサーは山口自動車。住宅情報館。紀ノ国屋。レクサス相模原。ジェイコン。朝日建設。シンクスコーポレーション。ホンダカーズ神奈川西。ブックオフコーポレーション、ミスモ、朝日新聞神奈川北部朝日会、井上、ダイエーフーズ、金子、大野建設、阪急交通社、八津建設、スペースジョイ、新興ネームプレート、臨海セミナー、お風呂の王様、富士産業、相模福島村、エイケン。ベンチバナースポンサーは明治安田生命町田支社、神奈川アメニクス、菊池総合診療クリニック。ピッチ看板スポンサー、アイテリア中村、東和ガス、神奈川ガス、ケミカル電子。リバイバルドラッグ合同資源サービス、三両商事、きらぼし銀行。菊池総合診療クリニック、ビオラ。マイクロンメモリージャパン、いすゞ自動車首都圏。トップレック、相模ガス、看板工場 .com、日本ゼトック、北里大学、
牧野フライス製作所、ヘルスサイエンスセンター、ナリス化粧品、市民会館レストラン、先進会メディカルサービス、横浜銀行、フードケア、光明学園、イーストクラウン、ユニテックフーズ、菅野製麺所、田島創造所、ハウスネット、損害保険ジャパン、オリバー、ムータ、セイワサービス、日本サーモニクス、デーモン、横浜日野自動車、そしてスタジアムバナースポンサーは PCS 池田鉄工、アイス SL 相模大和、 HKT 東方電子、 JA 相模原市、ホテルウィングインターナショナル相模原、大野充電土木、ワンズワークス、高規格 AK ラウンドリー、プラスワン、神奈川重生鍼灸専門学校、ジャイアントステップス、昭和真空、横浜清水アクア、プロパート、YK 電子、本間電機、緑回収サービス、秋森鉄筋、味の民芸フードサービス、ガリバー相模原中央店、 ST ネットワーク、ビブスポンサーはケミカル電子、単価スポンサー古田クリニック相模原南病院、選手上りスポンサー KDS、 CSR パートナー KDS 住宅情報館、松岡クリニックメイプル、岩井機械工業、フロンティア建設、大丈夫、クリーンパートナー麻布大学、リガルジョイント、教育連携パートナーアルファ医療福祉専門学校、サプライヤー横浜日野自動車、ディエトロラクインテ、アレック、青木皮膚、メディカルパートナーはドクターストレッチ、相模原共同病院、藤沢湘南台病院、久保田スポーツ接骨院、三浦ジャパン、チケッティングパートナーローソンチケット、デジタルマーケティングパートナービスモ、デジタルソリューションパートナーフュービック CYNK、 エンプロイメントパートナーは KDS 進行ネームプレート、紀ノ国屋、フードパークパートナーは相模原ケータリング協会、気象ソリューションパートナーフランクリンジャパン、そしてファイブスタースポンサーはご覧の通りです。なお、この後ホームタウンは相模原市、座間市、綾瀬市、相川町となっております。以上、 2020SC 相模原オフィシャルスポンサーパートナーのご紹介でした。それでは選手を呼び込んでいきましょう。後ほど皆さんと、あとはね、試合後のヒーローインタビューでお会いしましょう。